応用情報技術者略語ノックパート27応用情報技術者試験をはじめとした情報技術者試験に出題される略語を勉強しましょう試験問題で単文で説明された時に回答できることを目標とし一つの略語をがっつりと勉強するのではなく簡単な説明をノック形式で何パターンも紹介します DNS ドメインネームシステムホスト名と IP アドレスとの変換を行う KPI キーパフォーマンスインディケーター重要業績評価指標企業目標やビジネス戦略の実現に向けて行われるビジネスプロセスについてその実施状況をモニタリングするために設定する指標 KGI キーゴールインディケーター重要目標達成指標企業目標やビジネス戦略の遂行によって達成すべき到達目標、ゴールを測定可能な数値で表したもの GIF グラフィックスインターチェンジフォーマット256色以下の画像を扱うことができる 可逆圧縮形式のファイルフォーマットで LZW 特許を使用した画像圧縮が可能。JPEG ジョイントフォトグラフィックエキスパーツグループ。デジカメなどのフルカラー画像を圧縮するのに一般的な圧縮方式で可逆圧縮方式もあるが一般的には非可逆圧縮方式の方が有名。 CPI, Cycles per Instruction.CPU が一命令を実行するのにかかる平均クロック数。RAID, Redundant Arrays of Inexpensive Discs。複数のディスクを組み合わせ、一つの仮想的なディスクとして扱うことで信頼性や性能を向上させる技術。 ECC メモリ、エラーチェックコレクトメモリ。誤り訂正符号として、ハミング符号や垂直水平パリティを用いることで、記録内容に発生した誤りを検知訂正できる機能を持つメモリ。ARP、アドレスレゾリューションプロトコル。IP アドレスから対応する機器の Mac アドレスを、 取得するプロトコル。RIP ルーティングインフォメーションプロトコル。ゲートウェイ間のホップ数によって経路を制御するプロトコル。今回はここまで。他の動画でも一緒に勉強しましょう。チャンネル登録。高評価。 よろしくお願いします。また見てね。